オポジットはバレーボールのポジション名称の一つ。極めて攻撃力の高い選手を配置する場合は、スーパーエースとも呼ばれる。やや守備的位置づけの補助アタッカーに対しては、ユニバーサルもしくはユーティリティプレイヤーと呼ばれる場合がある。OP と略表記されるほか、OS と書かれることもあるセッターの体格に配置されるポジションはリベロ採用以前の時代においては、 状況に応じて、セッターの代わりにトスアップを行うサブセッターないしは、補助アタッカーとしての位置づけが強かったが、近年におけるオポジットには、サーブレシーブなどの守備は免除される攻撃型の選手が配置されることが多い。前衛、後衛を問わず、常時攻撃に参加することが求められ、バックアタックの能力も求められる。そのため、高いジャンプ力と、 強烈なスパイクを繰り出すパワー、さらにはスタミナが要求される。一般に前衛でレフト側のポジションを取る2名のアウトサイドヒッターとの位置関係からライト側に回って攻撃する機会が多くなるため、山本隆広や清水邦広、西田裕二のように左利きの選手が起用されることが多いが、右利きであっても中川一雄一に代表されるようにチームで一番打数が多く、 信頼の厚いスパイカーがスーパーエースとしてこのポジションに置かれることもある。また、オポジットの選手がやや守備的性格のスパイカーである場合は、オポジットの故障は用いずに、ユニバーサルないしはユーティリティプレイヤーと呼ばれる場合もある。しかしながらこれら故障の区別は必ずしも明確でなく、サーブレシーブに参加させるかどうかといった役割分担も含めて、 個々のチームによって様々である。女子チームにおいては、現代においても攻撃的なオポジトを置かず、守備力の高いユニバーサル的選手を配置するケースは多い。ありがとうございます。